はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、誰も使わない武器はやっぱり弱いのかということで、SDM というね、最も使用率の低い武器をね、この動画では使っていきたいと思います。で、なんでこのね、使用率みたいなの分かったかという、そういう話なんですが、まあ、TRN っていう場所が出してるね、BO4 のスタッツみたいなのがあって、まあ、使用率が分かるんですね。一番高いのが ICR7 で、だいたい 25% ぐらい。で、この銃はね、使用率はもうはるかに 1% を下回って、まあ、0.11% ぐらいらしいっていうね。まあ、そんな感じで、まあ、誰も使ってないみたいな。0.11% だから、この銃でやられる確率は1000分の1だよね、ある意味ね。ざっくり言えば。まあ、そんな感じですが、まあ、何やともあれこんな感じでロングから見ていくんですけど、まあ、なんかとりあえず A いきなり入られてるけど大丈夫なのかな。こんにちは。ちょっと待って、近い。レートが低い。OK、やった。やったっつうか、なんか死んだ。とりあえずまあ、だいたい2発キルで死ぬっていう、まあ、そんな感じですね。B ちょっといる、ロング、あ、マジかよ。まあ、確かにタクティカルライフルとかでよくねっていう話はあるだ、多分にな。確かにあるわ。この銃2発キルで、まあ、ロングが抜ける、まあ、銃なんだろうけど、まあ、確かにね、いるとはなって、これでやれるけど、まあ、確かにタクティカルライフルとか ICR7 と何が違うんですかっていう話じゃね、おちょちょ、マジかーい。まあ確かにね、うん、それはあるわ。あんまりあと ADS が速くないので、まあその点もあんまり高く評価するポイントではないかもしれないですけど、まあ何やともあれ俺は頑張るよっていうね。痛い、やめて、おらやったー。まあチックレットいい加減だから避けても当たるからね。どこでしょう？ OK。SDM 微妙だよな。だからどう見ても見た目は M14 なんだけどね。痛い。危ない。あんまり確かに強そうではないよな。しかもレティクルめっちゃ飛行広い、OK。めっちゃ広いレティクル。痛い、危ない。やった。スピットファイアに勝ったんだ、俺今。すげえな。スピットファイアって SDM 戦って勝つ確率ほぼゼロだと思うんだけどな。しかも、あとこの銃ね、デフォルトだと相談差がすごく少ないんだよね。っていうね、10発だから、すごくきついんだよね。絶対拡張マガジンがいるっていうね、なんかそういう不思議な武器なんだよね。困るよね、これね。そこら辺いるよ。ワインじゃねえよ。ワインが敷いたんだけど、ちょっとうっとうしい。おら、当たり、当たったー。よっしゃー。まあ、90何ダメージ入るから、味方が撃ってくれれば、まあ、出られるよね。ワンチャン落ちかけた危ね。味方がかなり強いと見た。18対9。てか、ヘリがいる危ね。裏入られてる、これ。裏来てるよ、いしょ、OK、当てた。まあ、やっぱ、ダメージがでかいってのがいいな。ダメージでかいけど、なんか、普通に痛い、あ、死んだ、マジかよ、ヘリかよ。なんか確かにタクティカルライフルでいいね。タクティカルライフルとかタイタンでよくねっていう。すげえそこ思うけどね。そこ思うわよ、確かに。よくいしょ。あれ、落ちないの？落ちた。よいしょ。入られてんな。あ、なんか意外とやばそうなフォーメーション。微妙だな。よっこいしょ。変な場所行った。危ねえ。さあ、行った。おら。あー、ちょっと逃げんな。おら。よくわかんないけど死んだ。おら。なんかとりあえず撃っといた。ふー、しょうがい。あー、危ねえ。ちょっと待って、リロードが釣れた。危ねえ。黄色も行った。あと一人じゃん。あいつ、ほっときゃ死ぬな。よし、これだけ、ちょっとだけ稼ごう。スコアだけ稼いでほっとこう。ワンチャンいる？でもマインを破壊したいな。ああ、撃ってきた。危ねえ。マインいいや。あ、終わっちゃった。マイン割っとくか。あ、もうスコア切れだった。あ、微妙だな。10キル4です。まだ動画にしてるか微妙のない。まあ多分動画になってれば、まあ、見れるわけなんだけどね。この人強そうなんだよね。いいなアサルトライフルだ。この作品 BO4 はとにかくアサルトライフルが強いんだよね。今までの COD タイトルに比べて、サンマシンガンの使用率も低いし、アサルトライフルの使用率が高いんだよね。まあ、多分、アーマーがサンマシンガンと相性良くないからね。アーマー抜けないから、そう簡単に。フルメタルジャケット使わないで、お、賢い。抜けないから、まあ、多分、だからサンマシンガン命中率じゃねえや。使用率低いと思うんですけど、まあ、そこら辺はなんとも言えないよね。いるな。前出るのこれ。お前出れねえんだよな、この銃な。そこが弱い。あと意外とこう、打ち心地が良くない。もうちょいパンパンパンって打ってたらいいけど、なんか全然レートが高くないからねー。おいしょ、こんばんは。まあ一発しか当たんなかったけど、まあいいや。まあ、やっぱでも、あと2発当たっても死なないことあんだな、やっぱり。こんにちは、オッケー。やったわ。強いな、この武器。いや、強いとかちょっと錯乱してる、俺。強いな、この武器とか。絶対強くないですから、っていう。おらー、オッケー当てた。やっぱこの、でも、スコアになるのがいいな。確かに。まあでも、どんな銃でも一発はかすらせればスコアにはなるんだけどね。あいつやっといてくんねえかな。やんなきゃやりきれねえらしい。あ、やった。やっぱこのダメージ量がでかいってのがいいな、これ。
あのキルレは上がるよ多分。キルレは上がるっつうか、なんていうのかな、スコアストリークがつなぎやすそう、味方が強ければ。まあだから味方が強かったら誰でも大丈夫か。確かにあんまりこれ使う意味ない、結局な。おら3箇所攻撃、おらオッケー、やった3人吹っ飛ばした。イエーイ、ヘリまで来た。めっちゃ強いな。よっこいしょ。 B 取れそうかな。ストレートで勝ちたいな。ストレートで勝ちたいところではあるが、なんとも言えないところでもある。なんかめっちゃ巻き返してきてるよ。おら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 、オッケー、飛ばした。遅いんだよ、遅いんだよ。オッケー、どこ行った。てか俺のさ PC 版さ、なんか知らないけどさ、英語にならないんだよね。なんかいつもさ、なんか不思議な日本語喋ってる。ちょっと待って待って、頭出しに当たらない。あ、いや頭出しに当たらない。弾切れたし、まさかの弾切れ。持ってきてないよ、俺そんなに生き残れると思ってなかった。死んだ。まあいいや。微妙だね。確かにこの武器やっぱ微妙だわ。なんか普通に他のなんか、遠距離向けの銃何があるか。タイタンとか、やっぱりタイタンとか、まああと VKM とか、 VKM だっけ、あの50口径の LMG、 刺さるか。刺さってるね。おら、このまんま絶対勝つ。いっていって、危ねえ。とりあえずあのメッシュマインじゃなくて、あれを割ろう、レーザーワイヤー割ろう。ほら右側も左、左来てる、左来てる。おーおー、右と左間違えた。あー、こんばんは。一発しか当たんないが、死んだ。まあ確かにここら辺きついな。てか遠距離抜くんだったら ICR のグリップ2でよくねって思うわ。確かに UAV こんばんは。どこー、いしょ、おい、オッケー。いや確かに微妙な武器ではあるな。微妙な武器ではあるが、まあ使ってみてもいいかもしれん。危ねえ、生き延びた。あぶねあぶね。まあ、確かにワンパンでやれることはまずないから、ちょっと待って、危ねえ。TTK の低さが。もうちょっと連射ができてもいいかもしれない。23キル7列だから、でも俺キルレ3あるよ。ドヤー。ドヤーとか言って。調子乗るなって話だけど。まあ、今回キルレ上げやすいからね。当たりさえすればさ、まあなんか、キル足でキルになるからさ、まあ、キルレが上げやすい。おらおらおら、ICR、TTK 高っ。まあ確かに強いね、 ICR とかの方がね。まあそれは否めない、否めないが、まあワンパンの威力はまあまあ、ワンパンってか、もうちょっとなんかドラコンとかと比べたらどうなんだろうな。ドラコン、確かに BO3 でいうドラコンなんだよねこの銃ね。まあ全然見た目は違うけどさ、ドラコンはまあなんだろう、まあ、あのロシア側的な銃だけどさ、この銃西側の銃じゃん、 M14 だから。まあ M14 が未来まで使われてるとはとても思えないけど、まあそれは別の問題として、まあもう十分古い銃だからね、M14 はね。まあそれは別のこととしても、まあ、どうだろうね。なんでそんな使用率低いんだろうね。もうちょっとレートが高い方がいいのかな。もうちょっとレートが高いか、レーザーサイトで腰なめの高さが上げてほしいなって。でもレーザーサイト2までいかないと多分レーザーサイトだけでやれるとは思えないんだよな。レーザーサイトであとやろうとするとさ、レティクルがちっちゃくないとさ、こうやって TTK がめちゃめちゃおかしくなるんだよね。安定しなくなるんだよね。やっぱり腰ダメで低レートな銃って、まあ、よっぽどレティクルちっちゃくないと結局当たんないから、 レートじゃねえ、 TTK が安定しないんじゃーい。こんばんは、縦アタック、縦アタック、縦アタック、おら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 、 OK、 持てた。あ、後ろにいるな、あべ、死んだ。やられた。あの SMG うざいよな、あのデュエリストな。デュエリストでめっちゃ荒らしに来るやついるからな。まあ、PC 版にもいるし PS4 にもいるだろうけど、やべえマジで。もうアラブってのマジガンホーでとつりながら撃ってくるのマジやべえ。ほんとにPC 版腰ダメ強いって100回言ってんだろ。おら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 、決まった。あぶねえ。どうしようかな。いる？いるいる。当てた。当てた。セントリーで勝手に死ぬ。死ねえ。オッケー。死ねえ。とか言って。めっちゃ呪ってる。さてさて、こっから、ちょっと荒らしに行こうかな。荒らせるかな？荒らしに行きたいところではある。こっから、いる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 。ちょっと待って、撃てない撃てない。撃てない撃てない撃てない。味方がやってる。おーいるいる、オッケー。あら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 、エムガラブル、エムガラブル、エムガラブル、アラブル、アブラブスター。なんかすっげーエムアラブって、今すっげーアラブル、これなんでだ。まあいいや、エムアラブりまくりだ。おーおーおおお、なんで当たんない、なんで当たんない、なんで当たんない、あー、なんで当たんないの。まあ、とりあえずや死んだからいいけどさ、まあもうほとんど弾がないんだけど、まただよ、もうまた弾なくなったよ。これ外しまくるとマジやべえな。来い、あー、マジか、そういう風に言っちゃうか。おらす、おらー、ちょっと待って、あー、くんなくんなくんな、あー、マジかよ。だからデュエリスト嫌いなんだよ、マジで。もうデュエリストマジ害悪すぎだよ、どう考えても。マジやべえ、俺の SD も見習え、この使いにくさ。圧倒的使いにくさ。パネーぞ。パネーぞ、とか言って。パネー、この使いにくさ。SDM。SDM なんでこんなに微妙な武器なんだろうな。おら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 、おぶねえ、止めたー、相手死んだ。ヘリかよ。
ヘリヘリ鬱陶しいわ。おら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 、ヘリ落ちろ。お前どっか行け。てかそういえばこのゲームさ、なんか対空専用ランチャーみたいの出ないよね。まあなんか対空専用ランチャーいるのかって言われてよくわかんないけど、まあまあ対空専用ランチャーがあった方が俺対空しか撃たないからいいと思うんだけどな。まあいいや。メッシュマイン邪魔いって、マジかよ。後ろにおんのかい。まあ、時々やってるよね。あそこの場所強いよね。てか B 取れねえこれ。無理じゃねえ、うちのチーム。大丈夫か。大丈夫じゃなさそうなんだけど、すごく。敵のガードが硬いぞ、これ。あー、それかなり無理やり。あー、死んだー。てか終わったー。あー、持ってけねー。ダメだ。でも俺とりあえず、うちのチームでダメージトップだから許して。ダメージトップだから許してっていう。最もダメージを入れたっつって。この銃、あれは両方ともサブついてんのか、ちゃんと。なんか片方しかサブついてないのかと思った。これほんと害悪だよな。やべえだろ、この銃。この銃やべえだろ。この銃ってか、これやべえよ、マジで。ガンホーとかでとつってくんでやべえ、マジで。すげえな。俺と全然違え武器だ。まあ俺も後で、後でってか今日同じ動画というか、まあショットガンの動画撮るけどね、あの、セミオートの。あのセミオートのショットガンも相当害悪だからね。うん、マジ舐めてるから。本当に適当に撃っても死ぬんだもん。全然刺さってないよ、くれ。まあ、そういえばこの銃腰ダメじゃねえ。息止めできるんじゃん。息止めしたところであんま意味ないと思うけど。これ挟まれてんだけど。やりにきー。おー、そこ回ってきたー。うわ、回ってきた、回ってきた、回ってきた。うわ、そういうの無理ー。当たんねえよな、やっぱな。当たんねえよ。てか、デュアルサイトやめてほしい、これ。冷静に考えて。あ、これ、寝られる、寝られる、寝られる、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、マジか、死んだよ。結局死んだよ。ヘルストームから逃げたら結果死んだよ。これ、やべえな、なんか、今回はまた攻撃フォーメーションがちょっとあんまり良くないぞ。なんか、押され気味な気がする。頑張れ。味方、頑張れ。俺がそこにフラバンさせてやるよ、ほら。あ、全然刺さってねえ。お前そこにいるのかーい。殴り合いだ、殴り合い。OK、殴った。おー、まだいるー。マジかよ、死んだー。ADS ね、やっぱ遅いよね。なんかクイックとかつけたいけど、クイックねえんだよ、この銃。そもそも。クイックとかがあったら強いけど、クイックねえんだよなっていう。クイックつけて、すげえ。まあ、クイックとかつけたら害悪だよね、確かに。まあでも、そんなこと言ったらタイタンとかだって十分害悪じゃんと思うけどな。タイタンとかだって十分だろー。あらー、マジかよ、挟まれた。やっぱちょっと近距離も遠距離も微妙だってところが STM 人気がないんだろうな。理解したわ。スナイパーヘリ現れたとか言ってるよ。大丈夫かこれ。ダメくさいよ。16対23とかなってるし、もうなかなか押されてますけど。そこどうなの、どうなの。1点1点1点。あぶね、抜いたー。無理やり抜いたわ。2発かすったら死ぬからね。無理やりとつるかな。どうしようかな。よっこしょよっこしょ、登れない。あぶねー。ふー、なんかいるぞこれ。めっちゃ音響センサーが反応してる。どうしようかな。おぉ、デュエリスト。うわ、殴られた。かぁ。デュエリスト。とりあえずヘリでも落とすか。あ、落としたわ。尊い命が失われた。尊い命が失われたとか言って。尊い命って失われまくりでしょ、FPS なんて。8対21きついな。てか、あれ当たんないか、やっぱり。SDM どういう風に使ったら強いんだろうな。まあなんか永遠に強くならなさそうな気がするけどな。あんま強くしなくてもいい気もするし。とりあえず、フラバン刺すのはもったいないからやめ、あ、へぇ。とりあえずフラバン刺すのはもったいないからやめとこうと思ったら、フラバン以前の問題だったんだけど。うちのチームなー、なかなか微妙なところだな。すげえな、4対17はもうさすがに勝てない。なんでこのタイミングでブーストすんの。絶対勝てないと思うよ俺。こっからさすがに、さすがに勝てねえだろ。こっからもったいないでしょ。次の試合に、ね、取っときゃよかったのに、まあ、とりあえずなんか粘ってるけど、とりあえず粘るだけ粘って、あのスコアストリークだけ貯めて次のなんていうのかな、ラウンドに進めたいーっていうのが俺の欲望なんだけど。よいしょ。まあ、これでもあれいけるな。ワンチャンこれ縦でイモれるな、俺。ここで縦でイモの強いんだよ。来るな。どうしようかな。二人か。もう敵そ、こうなってくると敵探し始めるから、敵俺のこと探し始めるから、こういう場所から取って、取るだけ取って、OK 取って取って、取って取って、で、それで回復かけて、まあちょっと試合には勝てないから、最後の人になっちゃったよ。とりあえず、そしたら、ここら辺で、タイミングを見たいな。タイミングが合えばいける。よし、行こう。さあ、来い。来い。ほら、来い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 。おら、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 はい、どうも、UAV まで来た。はい、どうも、はい、どうも、はい、どうも。はい、どうも。あー、すごい来るね、すごい来るね。おら、おら、OK、ヘルストーンまで来た。はい、どうも、はい、はい、どうも。あと、もう一人くらい、来い。もう一人来い、もう一人、もう一人。詰めてこい、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 来たー。もういいや。どうしようかな。あらら、おー、持ってきて、持ってきて、持ってきて、あー、持ってきて、あー、マジかよ。まさかね、ヘルストームで止まった。おー、40キル2です。2ですじゃねえ、20です。ね、無理やり超粘った、まあ。とりあえずヘルストームまで来たから、次の試合有利になる、少し。俺じゃん。まあ、そりゃそうだわな。
この外悪盾マン。おらーって。角でイモるのマジ強いからね、盾で。もう基本的にこうやって角でイモって荒らすっていう。クソ戦略だよ。最後な、殴れたらよかったんだけどな、ちょっと殴る余裕がなかったな。なかなか険しい。この試合落としたらもう負けだからね。この試合落としたら動画にするのは悩むところっていうかあるっていうか、まあでもな、動画にしそうだけどな。まあいいや。とりあえず UAV 呼んで、なんか意外と変なフォーメーションけども、飛んで火にいる夏の虫でしょ、今の。飛んで火にいる夏の虫とかあんま言わないけど、あーちょちょちょ、おらおら、OK やった、持ってった。あぶねー。ガツどうなってんの？おらおら、OK 持ってた、トリプルキル。リアクターコア無意味だった、ってかめっちゃ食らったんだけど、大丈夫？あーデュエリストマジやめて。デュエリストマジやめて。いや、ほんとデュエリスト強いんだよ。このゲーム。いや、マジ、デュエリスト強すぎんだよな。でも、弱くする予定もねえと思う。てか、ガンシップ来たよ。マジか、絶望的状況なんだが。ガンシップ来たよ。もう落とせねえだろ、これ。ガンシップ。ガンシップ来たよ。どうしようかな。なんか B で、うわ、3人吹っ飛んだよ、うちのチーム。やば。ああ、吹っ飛んだ、俺も。ガンシップ。いや、この時代、ガンシップとかあるかな？なんかAC-130 みたいなガンシップってさ、今なくなりつつあるんだよ。なんか、40ミリ機関砲みたいので支援するのはなんかなくなりつつあって、なんかヘルファイアミサイルをなんか8発とかなんかわけわかんないぐらい積んでるなんかやつがあるらしい、最近。まあ、ヘルストームが来たら隠れとけば大丈夫。大丈夫。幸い誰も死ななかった。厳しい戦いですね、なかなか。ちょっとここら辺から定点で待つか、しょうがないから。ここから待っとくという作戦。頭出し同士になっちゃうんだよね。意外とあっちも頭出しだから結局俺がミリ出しに当てなきゃいけないんだよねっていう。俺なんかガンシップと交戦するとか言ったけど絶対しないよ。微妙なとこだな。 UAV 振るためにちょっと動かなきゃいけないしな。微妙微妙。なんかうちのチーム防衛意識が高いな。もうかなりガードかけてきてるよ。レーザーワイヤーかけてきたか。そんなら俺がそこ壊すわ。レーザーワイヤーさとかさ、トルクのやつランチャーに弱すぎだよね、ちょっと。なんか、レーザーワイヤーぐらいとか、どれく、まあ、ためんのそんなにめんどくさくはないけど。シールドとかはさ、なんか、ランチャー2発で壊れるのちょっと弱すぎる気がするんだけどな。どうなんだろう。まあ、ランチャー持ってない人も多いからね。ランチャー持っとくといろいろいいことあるけどね。よっこいしょ。ナインバン刺さえ。おら、オッケー、取った。あれナインバン刺さってない。マジかーい。かなり厳しいですね。9対12。やばいね、これ。UAV 俺落とすぞ、ちょっと一回。ほら。微妙。9対9。微妙なところ。微妙なところですね。いる、危ねえ。誰か撃ってくれたらよかった。ナイス前。いい前だ、これは。ちょっと詰めようかな、こっから。いるね。いる。おら、持ってった。危ねえ。あいつはやばい。近寄ってくるの、まずい。ここに逃げよう。ここに逃げればワンチャン地雷踏むからな。もうナイフないじゃん、あっち。やった。これ勝ったな、さすがに。これ勝ったなとか言って、油断して負けたら受けるけど。UAV 落とすか。最後の予感みたいなもんだよ。おらー。そう終わるね。これ勝てるで、さすがに。一人で7人巻くことはないでしょ、さすがに。酔っ払って使うのうまいとか。うえー、勝ったー。50キル23です。俺がダメージ取ったじゃん。いやー、勝った。ということでね。誰も使わない武器は、まあ、やっぱ弱いっちゃ弱いね。まあ、なんかなんとかなるけど、やっぱ弱いっちゃ弱い。こういうスピットファイアみたいなのがいいという。まあ、そんな感じですね。はい。というわけでね、この動画終わりたいと思います。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。